します山博恵さん私はただいま可決されました、財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、国民の声、立憲民主、社民、公明党、国民民主党、新緑風会およびみんなの党の各,各派共同提案による付帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案に対する付帯決議政府は次の事項について十分配慮すべきである1本法律案の成立により令和3年度から令和7年度までの間当該各年度の予算をもって国会の議決を経た 金額の範囲内で特例公債の発行が可能となることに鑑み、将来世代に負担を先送りする特例公債の発行にあたっては、財政規律の維持に留意し、のほ図な特例公債の発行を厳に慎み、発行額の抑制に努めることにより、子や孫の世代に対する責任を果たす財政運営を行うこと。 今般の新型コロナウイルス感染症への対応に伴う特例公債の発行についても、将来世代に対する責任を十分に踏まえること、また、令和8年度以降は、財政法第4条の原則に基づき、適切な措置を講ずること。2、日本国憲法で予算の単年度主義を定める意義に鑑み、財政規律の維持、 特例公債発行額の抑制等は、財政民主主義に基づく国会の責務であり、堅能であることを踏まえ、最高の府である参議院として、令和3年度から令和7年度までの特例公債の発行に対する抑止力を十分に発揮できるよう、政府は、単年ごとに財政健全化目標の進捗状況や、その目標達成に向けた課題等に関し、 国会にに対すする説明責任を十分に果たすこと3政府は、令和7年度の国及び地方公共団体を合わせたプライマリーバランス黒字化と同時に債務残高対 GDP 比の安定的な引き下げを目指すとする財政健全化目標の実現に向けて万全を尽くすため、 中長期の財政健全化への道筋について、法制化を含め検討すること。4、新型コロナウイルス感染症対策に万全を期すための国債発行を踏まえつつ、大量の国債発行が継続している現状に鑑み、国債価格の長期的な安定化に向けて注視するとともに、財政の健全化と 投資家の多様化に向けて一層の努力を行うこと。五、我が国における人口の減少や少子高齢化の進展を踏まえた経済の活力の向上および持続的な発展の実現ならびに持続可能な財政構造の確立のため、 中長期的な視点に立った政策を立案することの重要性が増大している現状に鑑み、我が国の経済および財政等に関する将来の推計が、信頼性のある統計等の情報に基づき、中立公正に実施され、国会がその推計の結果を活用することで、財政等に対する民主的統制の 権能が十分に発揮できるようにするため政府は経済及び財政等に関する将来の推計の信頼性の向上に関し必要な検討や協力を行うこと右決議する以上でございます何卒委員閣議のご賛同をお願い申し上げますただいま牧山さんから提出されました付帯決議案を議題とし採決を行います 本付帯決議案に賛成の方の挙手を願います多数と認めますよって牧山君提出の付帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしましたただいまの決議に対し麻生財務大臣から発言を求められておりますのでこの際これを許します麻生財務大臣 ただいまご議議のありました事項につきましては、政府といたしましてもご指示を踏まえてまして、配慮してまいりたいと存じます。なお、両案の審査報告書の作成につきましては、これを委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用決定いたします。 関税定律法等の一部を改正する法律案を議題といたします。政府から趣旨説明を聴取いたします。麻生財務大臣。